年式で異なるディテール。タカラトミーグループは、ミニカーブランド、トミカリミテッドヴィンテージネオの新製品として、ランチアテーマ8.32フェーズアイ、レッド、グリーン。ランチアテーマ8.32フェーズに、ダークブルー、グレーと発売する。発売時期は、フェーズアイが2023年1月、フェーズ2が2022年12月。 価格、税込みは4620円。1984年に登場したランチアテーマは、外観はおとなしく、上質な内装と高い走行性能というランチアの伝統に違わない仕立てで人気を集めた、直列4気筒、V 型6気筒、およびディーゼルというエンジンラインナップに加え、 1986年には V 型8機等を乗せた8.32が発表された。外観上は可動式リアスポイラー、格子状のフロントグリルなどで通常のテーマと区別された。TLV、ネオではテーマ8.32を新金型で製品化。初期のフェーズ I 及び1988年にマイナーチェンジを受け、 ヘッドライト形状などが変更された通称フェーズ2と呼ばれるマイナーチェンジ後の8.32をモデル化。ボンネットは開閉式で特徴的な V8 エンジンを見ることができる。